本当に布団から出たくない気持ちでいっぱい。マジで、えマジで暖房つかないじゃん。めっちゃ寒いよ今。度11度どう十一度どう十一度。ああ、まあまあまあ十一度寒いっすね。 だって今、上着着ず十一度ですから、むず、外で十一度でさ、上着着ても寒いのにさ。うん、家で生身の十一度は寒いわ。<laughs> 試験け三枚追加しました。ありがとう。嬉しいよー。今日は手を繋なぎながら公演です。皆さん。 鉄を見に来てくれますか今日ラーメン祭り行くけど名古屋寒いのかということでね熱々のラーメンを食べてもね名古屋寒いですから風邪ひかないように楽しんでください私が第3弾で気になっているラーメンはうにうにラーメンですウニラーメンです第3弾で美味しかったラーメンはハマグリラーメンです 今日も公園に行きますということで今日も公園に来る方がたくさんいるみたいで昨日の感じ楽しみましょう今日も最近は友達と起き上がれただけ偉いって褒め合いながらが毎日頑張ってますだってなるほどねやっぱモチベを上げていくことが大事だよねいいこと聞いた今日は夢の国に行っていきますいいな楽しんできてそれは寒いねこの今日。 いねでも楽しんできてねまたお話聞かせて今日は立ち見から青白レンジ振りますお楽しみましょうイエーイ今日も声入ります楽しみましょうねえハマグリめっちゃおいしかったよねえラーメン祭り1回しか行ってない <laughs> 5列目の下手です了解了解お仕事です頑張ってね10121315の公園行きますということで。 10と15はいないんですけど楽しんでください今日はほの今日はルカさんの舞台見に行きますわそうじゃんルカさんの舞台やってる、ね、もう東京だよね楽しんできてほんのさん心配ですね赤坂も心配イエーイ <laughs> ガズキンちゃん、声がかすがせなっちゃった。ガズキンちゃんみたいで可愛い嬉しい。日本にいないの今は。どこにいるんだろうどこにいるんだもこんばんはってことだけこんばんはな時間の国にいるってことですよね。三丸さんは公演後にラーメン、チャーハン、餃子を食べているから、中坂さんも遠慮しないでねということ。も昨日結構食べましたよ、公演後に。 今日も食べましたあ今日も食べます。<laughs> ね、それなみも明日の名義ダーラビーを楽しみに来てるよもう本当に楽しみもうやっとサッカーが見に行けて超嬉しい <laughs> 年明けからずっとアメリカに行いますあなんか言ってたよねアメリカがじゃあアメリカはまだ「こんばんは」時間なんですね昨日は タタルタルチキンとご飯とチーズケーキ食べたマジで美味しかった <laughs> おはよう昨日はこれ楽しかったありがとうということでこちらこそありがとうね来てくれて。 サッカーの話した瞬間生き生きし始めたちょうどねエアコンも生き生きし始めましたあったかい明日は夜配信かな明日は夜配信です今年のグランパスのキャプテンミッチですねめっちゃびっくりしたんだけど公園の前に歯磨きしてるタイミングでミッチがあのキャプテンって知ってウブブブブみたいなウブみたいな感じでした 選手ごっそり変わって明日のスタメンやめません中坂も第一次キャンプまでは情報を追ってたんですけど第二次から全く追っていなかったというか本当は第二次の沖縄キャンプに結構ガチで行く予定だったんですけどえマジで親に止められたので行 <laughs> けませんでした映画を見てきますわ映画いいじゃないですか楽しんできてね 今年は増井選手の家に勝ったけどかちゃんの今年の注目選手いますということで、えー、中坂美優的今年の注目選手はですねでか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 、えー、でで増井選手は、えー、結構ガチ注目選手です、まあ、そうですね、まあ、すスタメン ではないかもしれないですけど、やっぱスーパーサブみたいな形で。こう後半から手を取りに行ってくれる選手なのではないかと思いますね。個人的に。今年結構ユニを買うか悩んでいるのがですね。シーハシ選手です。柏レイソルから来たシーハシ選手です。よい <laughs> 最近テレビ見て。なちゃんの配線と、友達のラインしかだって。あ、じゃ、なちゃんが中心の生活ってこと。 そう行く気満々でしためっちゃガチやんということでそう沖縄に本当に行こうと思っててホテルと飛行機をずっと調べてて一番安いのをい探してたんですけど結構ガチで怒られました <laughs> 中山君がなていう中山勝弘選手もいいですねディフェンス中盤右中盤かいや中山中 <laughs> 中山中中山中さん 中山中コンビ,中山仲コンビ結構楽しみですねグランパスコラボ1日でしたけ今日から発売だねというそうなんですよ買いに行かなきゃねちょいっさままさかがさ先家出るからままさかに頼んでみようかな時間があったら買っといてってね <laughs> ね 買い占めななないいいでねみんなあんんあまない枚数ないよ今回いつもはなんか1万4,000枚とか配布されるんだけど今回は5,000枚くらいしか配布されないのではい販売か <laughs> 親からしたらガチで心配するよ沖縄はということでそうなんか本当に怒られました <laughs> でもうそんなって沖縄に行かないで あの他のアウェイに行きなさいと言われたのであの他のアウェイに積極的に行きたいなと思いますフ <laughs> あの場の駅知ってるくせにということ知ってますそう沖縄で浮かれる中ちゃんもみたいそうでも気分だけでも味わいたくてブルーシール行ってた <laughs> そう むしろ沖縄までなぜ行かないとあれがなかったんですよファンサがなくてファンサがあるのをちょっと私は体感したことがないのでまだちょっとファンサを受けに行きたかったんですけどダメでした <laughs> あと普通にあの沖縄ってまあ3日間くらい休みあればいいじゃないですかでもその後,後半キャンプに3日間も 3日間とか2日連続休みみたいな日が1日もなかったから、まあ、結果いけなかったんですけど日帰りはさすがに無理だからこんな感じ J の開幕戦とかチケットキャンペーンしてんの知ってるえめっちゃさ今回 J リーグチケットさんっていうか J リーグさんが太っ腹でさめっちゃいろんな人に当たりますよね応募すると中坂も,もうチケット買っちゃったからさ <laughs> 今更当たってもって感じだからそうなんです <laughs> もうね買えるチケットは買ったので今日岐阜のチケット買います岐阜の開幕戦のチケットを買います,います <laughs> 沖縄へ日帰り出張したことありますは絶対疲れる自分も中ちゃんからファンサー受けたいですファンサーしちゃうよ沖縄水着モバメでも一人で沖縄行く予定だったからさ 誰もそんな水着も持ってかんだろうしさ寒いしねこの時期あの撮ってくれる人もいないからさ <laughs> 期待しないでください、はい、<laughs> そういろんなオフショットが流れてきて幸せですということでいろんなオフショットってなんだろう <laughs> ね 町田戦までは全部チケットを押さえてますさすがですサッカーの話はほんまに楽しそう <laughs> ごめんね今度サッカーの話しかしなくて福島戦かなあそうですユナイテッド何十回も日帰りしてるすごーい体力がすごいわよ女子サッカーの日本代表のメンバーに愛知県出身中田の同世代の 女性が選なましこね今度のあのオリンピックの2次予選かなアジア2次予選のメンバーが昨日ぐらいかな発表されたんですけどね楽しみですね女子サッカーもたさんのインスタに真っ先にいいねしてましたねということでそうフィーちゃんオフショットあげるの遅かったからさ結構。 待ってました今か今かと待っていました <laughs> ウィーリーグとかも見に行きたいんだけどタイミングがねちょっとなかなか合わなくていけてないです長ちゃんに趣味は合わせられないけど嫌いではないかそうそれはもちろん分かってますよ <laughs> スポーツ観戦楽しいよね楽しいですね,もうね うん、なんか最近さシーホース三河を三河っていうねバスケットボールチームあの SK48 とコラボさせていただいてるバスケチームによくメンバーが行ってるじゃないですかなんかうらやましいなんでサッカーも一緒に行こうよみたいな <laughs> サッカーも一緒に行こうよってめっちゃ思ってます是非中坂と一緒に。 J リーグに行ってくれるメンバー大募集中ですフ <laughs> 中坂さんはファンクラブ会員なのであちょっとだけチケットが安くゲットできますよーということで <laughs> <laughs> ねバスケも見に行きたいよねでもバスケも土日にあるから <laughs> 困った困った同期の水着グラビアってどうなん いやでも結構うちの同期やってますかあおみさんとかあやとかなーやんとかやってますからおふいちゃんもデビューしたのかって感じです。<laughs> バスケは普通にめっちゃ行きたいい楽しいよねなんかバスケのいいなって思うところはやっぱ試合展開がすごい早くてこうなんか見応えがあるというか。 やっぱ攻守交代制だからこう常にこう攻めてる攻めてるとかああ守ってる守ってるみたいなこう気持ちのこう入れ替わりがすごく大きくてなんか面白いなって思います手もいっぱい入るしねいやサッ,サッカーは結構こう日によるじゃないですか、まあ、めっちゃ調子いい時はもう超調子よくてもう最高潮だけど。 あのちょっとうんっていう時期に入ってしまうと本当にマジで勝てなくなっちゃうからそうそうだからバスケも好きですよでも全然あの詳しくはないです「4時マシマシできた?」は楽しみなねじゃトーク会おじさんにはならないですよ 中坂はやりません <laughs> 野球好きだよ野球も好きだよミ野球はね野球は分かりやすいよね今攻めてます今守ってますっていうのが分かりやすいからすごい初心者に優しいあのスポーツ観戦初心者に優しいスポーツだなって思いますあとはあのー、すごい シー、まあ、ホースもなんですけどなんか応援タイムがすごい分かりやすくてあの初めて行く感じでも応援タイムとかでちゃんと応援できるからいいなって思いますあとミあれドラゴンズの歌が好きです「燃えよドラゴンズ」<laughs> そうそうバッシュの音いいね確かにスタグル食べる暇サッカーもね試合中はスタグル食べる暇ない私の中では。なんかは アップ中かハーフタイムか終わってからしか食べんみたいなそんな感じです私の推しは水着になってくれません中坂もあんまならないと思います <laughs> イエーイ昨日連れがサッカーは楽しかったよと言ってたのはアジアカップの観戦ショールーム見てのことでしたえー、嬉しいわーい一緒にじゃあまたね実況しましょう次はえー、次はですね ワールドカップアジアにアアジア予選の試合がね今度日本であります3月21くらいに楽しみーフットサルやりたいんだよねそうそうバスケカ確かにバスケーコート近いよね確かに確かにサッカー30くらいだとほぼ勝ち確よねということ 去年の天皇杯を見に行った時に2回戦見に行った時にビバティ・ミエっていう JFL のチーム対グランパスだったんですけど前半に3点くらい取ってもうやっ,ぱやっぱグランパスは J1 ですしあのそのビバティ・ミエは JFL っていう J3。 よりも下のリーグで戦ってるチームなのでやっぱグランパス圧勝やなって思ってたら後半に普通に2点巻き返されて追加点そっからなかったのでグランパスあの全然なんか3点でも安心できない試合もありましためっちゃその時はなんか汗汗してましたグランパスのサポーターのメンバーってだねグランパスサポーターはやっぱ本野さんが一番やろうそうそう本野さんは 最強グランパスサポーです小野さんにいろいろ教えてもらってます赤ちゃんプレイヤーとしてスポーツしたがるの好きということでもうマジであのサッカーやりたすぎてもうやばいボール切りたいでも寒くて外に出れん <laughs> これがネックです制服グラビアしたーいサッカーはフル応援タイムだからそうなのよ なんか応援の仕方もなんか難しくないですかなんか名古屋グランパスはそのキックオフ前にグラップタイムっていうのがあってなんかそれのリズムがめっちゃまずいのパンパンパンパパン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 パパン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 パンパンううってやるんですけどなんかもう最初に行ったらもう絶対できませんそう ササッッカカーーーーは冬のののスポーツのイメージ高校サッカーのせいででも2026年から、あのー、春秋制から秋春制に変わるのでなんか J リーグも冬のスポーツになるかもしれないですねまあウィンターブレイクはある,とあるけどね <laughs> こたつが友達いいねサッカー用のペンライトはまだ買ってないこのねこ今年買いたいの新エンブレムになったしで岐阜も今年買う絶対 <laughs> そうリフティング配信もしたいけどねなかなかできないんだよねそうサッカーの話してる楽しそうだから久しぶりにまた中ちゃんのアコシ会に行きたくなってきたということで待ってるよフ <laughs> 来週あったかいのそれめっちゃ朗報なんだけど嬉しいあったかいしまった展開と手の取り合いどっちが好きということでえー、私的にはもう余裕のよっちゃんで勝ってほしいタイプ 余裕のよっちゃんってことはも点も割と取ってて守備も安定しててみたいなやっぱそういう試合が好きですねそうだよ <laughs> 花粉飛び始めてるらしいね中坂はちょっとまだ全然大丈夫なので。 花粉症の皆さんはお気をつけくださいということでもう50分なのかあっという間ですね気づいたらもうこの早い50分なので終わりたいと思います今日は手をつなぎながら声皆さん見てくださいでは終わります <laughs> 早いな手つなみも楽しみなんか何気久しぶりだから今日も見てね絶対 チチキジキ猫さんハートええひこぼしさんクッキークッキールルー猫さんハートおつきさまにゃんこさんえロリポップって2種類あったの気づかなかったロリポップロリポップ <laughs> 中坂さんブラーボーチェキチェキ猫さん5番ええべつのなかさハさんハート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 ,ハート,ハート えー、アミちゃんさんこ番あい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 ,あい違ったカップラーメンだったカップラーメンうさぎさんとんでけシャトルえい、ー、ちノせみくさんクッキークッキーカップラーメンうさぎさんロリポップえて、ー、へさんクッキークッキーおばけさんロリポップひつじさんロリポップリボンクマさんクッキー、えー、ウキーさんハートおばけさんクッキー 羊さんロリポップクッキー。ネギネギさんハートハートルーネコさんハートネギネギさんハートハートヒツジさんクッキー。ネギネギさんハート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 。クロミさんクッキークッキー。モフモフさんハートネギネギさんハートハートハート。モフモフさんライフネギネギさんハートハート。イズリンさんコバンネギネギさんハート。 ね中坂さんとらのむた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 らの音符もほもさんハート中坂さんクッキーみじんこさんクッキーユキさんクッキー SK のくまさんハートハートカエルさんハートもほもほさんハート SK のくまさんロリポップふえブーブグッグさんハートえーミオタンさんクッキークッキーあマスクしてるクロミちゃんさんロリポップクッキーチケチケ猫さんとんでけシャトルズナマンさんハートおばけさんハート えー、ガロウさんクッキールンルン猫さんハート別のガロウさんクッキーずんだまさんクッキーセンターキャンのさん飛んでけシャトルブーブーグーグーさんクッキーダンシングアヒルさんクッキーえー、ルンルン猫さんナイフおばけさんロリポップ、えー、ブーブーグーグーさんクッキーおばけさんクッキーダンシングアヒルさんロリポップ。 えー、ルルン猫さん、クッキー。ムキムキマッチワンちゃんさん、とんでけシャトル、ハニワさん、クッキー。ムシャラスカルさん、ハートハート、ムキムキマッチワンちゃんさん、クッキー、クッキー。ダンシンヒルさん、ロリポップ。えムシャラスカルさん、ハート、ルルン猫さん、ハート、メイドメロンさん、かわいい結婚して。マスクしてるクロミちゃんさん、クッキー、ウキーさん、ロリポップ、えー。オレンジの猫さん、クッキー、自転車ラスカルさん、ロリポップ。ル,ルンネ猫さん、ハート、白のノクマさん、えー、ロリポップ。 センターは今日ナのコさんクッキーネギネギさんハート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 ルンルン猫さんお花ネギネギさんハートエゴさんクッキークッキークッキー社長子さんハートネギネギさんロリポップありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますありがとう今日肉の日肉食べなきゃじゃあ今日肉買ってこ <laughs> 肉買ってこってねなんやねん何買ってこ肉か肉買うわ <laughs> ということで今日も皆さんたくさんのギフトありがとうございます朝からロリポップがいっぱいでしたね今日はありがとうあ今日ペンライトフル嬉しいありがとうねでは今日のランキング見たいと思います今日の中身73位はデカデカデカデンマスクしてるクロミちゃんのアバターのフんさんでしたありがとうございますイエーイありがとうありがとうございます デミュも牛肉食べたい <laughs> ではさあダンシングアヒルさんありがとうございますやェ <laughs> <12位> <laughs> ありがとうでは続きまして13位から読みます13位えフフフありがとうございますク,るクロミちゃん十二フ12位ありがとうございますマスクしてるクロミちゃんふフ 十一三ありがとうございます。ひよこ、ぴよ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 ぴ位、フさん、ありがとうございます。トラさん、がおー、ガオー。うん、9位、フさん、ありがとうございます。羊さん、メー。<laughs> 8位、さん、ありがとうございます。SK のクマさん。7位、フンさん、ありがとうございます。ウキーウキーウキー 六位、さあありがとうございます。トトウサギ、ぴょんぴょん。五位、3位、ありがとうございます。うー、リボン、くまくまくま。四位、りがとございます。ねぎねぎ、ねぎねぎ、ねぎねぎ。三位、3位,3位,3位,3位3、ありがとうございます。二位、3位、ありがとうございます。ガロウさん。 そして今日の1位はドゥグ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 ドゥンテンフさんですせの私たーをーあなたはユー好きになる好きになってきた元気娘ありがとうございますということで今日も皆さん配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方おしゃギフトを投げてくださった方もありがとうございました朝から皆さん見に来てくれて嬉しいです え今日は手をつなぎながら公演一緒に盛り上がっていきましょうそれでは終わりたいと思います今日の三連単大予想は今日は9が結構強いんじゃないかなと予想して397でいきたいと思いますせーのバン。わーい当たったーイエーイ。エーということで今日は397の三連単的中でしたいいことありそうですね 手綱暴れてきます。ありがとう。皆さんもぜひ配信だったり劇場で盛り上がってください。ということで、1万4000円目のチェ貯金が確定しました。おめでとう。ということで、朝から1 3197、いっぱいありがとう。盛り上がっていただきました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら、メールブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターと Instagram のフォロー、メールのチェック、よろしくお願いします。 1万5000円目か OK 確認してみます <laughs> では終わりますせーのバイちゃんじゃんけんポン集めてほい今日の合言葉はえつーなバイバーイ <laughs> バイバーイいってきまーす